玉藻の書横学、広瀬玉藻文久3年8月17日は、江戸時代後期の儒学者、漢詩人。通称、賢吉、名は賢、字を、吉はじめ、号ははじめ秋村、後に玉藻、梅。豊後国日田郡豆田町の博多屋、広瀬三郎右衛門の八男に生まれた。末弟で、兄に、広瀬短草、広瀬久兵衛らがいる。子に、広瀬臨外。玉藻は記憶力が抜群に良く、詩、亀井逍遙に、活字典と言われた。また交友を好み、各地に多く、旅をした。勤王の志士との交わりも知られ、蘭学者も多くその門を訪れている。詩作に優れ、主文の指導には規範を敷いず、個性を尊重した。短草が平明な詩を作ったのに対し、玉藻は感情の起伏の激しい、再起を逸した詩を多く残している。玉藻の詩を評して、斎藤松堂は、構想は、泉が湧き、潮が打ち上げるよう、軸は、玉が坂を転げ、馬が駆け下りる様。雲が踊り、風が木の葉を舞い上げるようだと言い、清代末期の儒者、兪曲園は、東国詩人の冠と評している。また著述も多く、特に27歳の時から、死の5日前まで書き続けた日記、日刊社寺備忘は、江戸後期を伝える貴重な資料となっている。2012年に玉藻の子孫宅から金属製の器具と日記の一部やスケッチなどが発見された。その日記によると玉藻は大阪で漁の網にかかった金属製の物体を発見したが何かわからず、オランダ語に似た文字が刻まれていたため尾形公安にも見せたものの不識との回答であったが、2017年になってキャンドルスナッファーだったことが判明した。近世中後期における武士身分の売買につい、藤岡や日記を素材に、京うぐいす、つばめ、日本研究37、163から200、2008から03国際日本文化、研究センターハット AB などの物体160年経て、解明蘭学者、尾形公安もわからず、大分県西日本新聞、2017年3月6日、閲覧。田尻左辺。蔵医所見伝蔵保番上特使蔵医年表 P54。ありがとうございます。